はい、こんにちは、レトスノーノです。本日は早速、3問に入っていきます。相続人 A および B が存在し、相続開始後、A が被相続人が所有していた財産の一部を売却した場合であっても、B は相続の限定承認をすることができる、丸か×かという問題です。考えたい方は一旦動画ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは、これ×ですね。そもそも限定承認っていうのは、相続人全員が共同して行う必要があるんですね。つまり言い換えると、誰か一人でも単純承認を行ったら、限定承認を行うことがもうできなくなります。そして今回の問題の A の売却行為、問題文で言うと、A が被相続人が所有していた財産の一部を売却した。この場合ですね。これっていうのは、単純承認したとみなされるんですね。つまり A が単純承認をしているわけなので B が限定承認を行うことはできませんのでよって誤りになるということです。で、問題とは関係ないんですけれども、相続があったことを知ってから3ヶ月以内に相続の放棄また限定承認どちらもしない場合っていうのは単純承認とみなされるので、この点も合わせて覚えておきましょう。では問い2に入ります。宅地建物取引業者 A が販売する宅地建物についての販売広告を受託した者は、その広告代金債権に関し、A が供託した営業保証金について弁済を受ける権利を有する、丸か×かという問題です。答えは、これ×ですね。営業保証金制度っていうのは、宅建業者と宅地や建物に関する取引をしたお客さんを保護するもんなんですね。つまり、宅建業者と広告に関する取引をしたもの、例えば広告代理店とか印刷業者などですね。この方々は営業保証金から弁済してもらえません。で、今回の問題を見ると、販売広告を受託したものは、その広告代金債権に関しって書いてありますよね。この広告代金債権っていうのは、宅地建物の取引に関して生じた債権ではないってことなんです。だから営業保証金について弁済を受ける権利はありませんので誤りになるということになります。まあ、これは品質なので絶対得点すべき問題なので絶対解けるようにしておきましょう。で、問3です。市町村は都市計画を決定しようとするときはあらかじめ都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。丸か×かという問題です。答えは、これ、誤りですね。市町村が都市計画の決定をしようとする場合、あらかじめ都道府県知事に協議をするだけでいいです。同意を得る。ここまではやらなくていいんですね。つまり、今回の問題で言うと、同意を得なければならないとなっているので、この部分が誤りとなります。で、このあらかじめっていうのは、事前にと言い換えることができますので、市町村は、事前に知事に協議をしてくださいよ。それだけで OK ですよっていうことですね。知事の同意までは不要なので、この点注意しておきましょう。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。